はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、京都の、梅小路公園にある、鉄道博物館ですね、それが、4月の29日にリニューアルオープンするということで、今から行ってみようと思います。行ってみよう。これ500系かな、500系なんか動物の頭みたいに見えますね。はい、今ね、中に入ってきました。いきなりね、なんか新幹線とかね、汽車とかありますね。早速ちょっと見ていきましょう。すごい、これ C62 ですね。これ寺田君の C62。 C62 は僕の好きな SL ですね。日本で一番大きい機関車です。世界最速らしいです。狭軌区間の中で世界最速。塗装もね、塗り直してるんですかね。これだいぶ綺麗になってますね。リメイクされてますね。黒光りのですね。中はね、こんな感じですね。ちょっと見えますかね。これがあれ、あの石炭層のところな。中で、こちらがクハ86系1号車ですね。カボチャですね、カボチャ。はい、でこちらが皆様おなじみの初代新幹線ですね、0系21型1号車でございます。かっこいい。中にね、見えますかね、なんかね、展示室みたいになってますね。これはね、大阪環状線ですね。なんか普通の電車も置いてます。すごい普通電車。これね、今中に入りました。こんな感じですよね。全然ね、新鮮味がないですよね。ね、続きましてこちらがね、ドアイワ、これ最近まで走ってたやつかな。北海道行くやつですね。でこちらが、コッパチですね。これなんかね、昔よく見たで、なんか懐かしいですね。後ろがね、トライワイトエクスプレスですね。でこっちはコッパチですね。いいっすね、この感じいいですね。これもなんか当時の鏡ですかね。いやー、なかなか今日いい天気で良かったですね。今日ね、雨降る予定だったんですけどね。あー、もう良かった良かった。これね、ここの建物ね、だいたい半分ぐらいが外なんですよね。で今からね、ここあの中の方に入っていこうと思います。楽しみですね。ね、今現在地がここですね。今からこの本館の方に入ってみようと思います。おー、なんか新しい匂いがする。おー、すごい。おー、すごい、ここ。おー、なんかね、なんかすごいっすよ、ここ。いろんなね、これ見てください。これね、パンタグラフのね、仕組みとかね、直に見えますね。で、こちらが EF66 の、なんとね、下にね、潜れるみたいなんですよね。はい、では今、下の方に潜っております。こんな感じです、こんな感じ。なんかね、線路の下から覗き込むってね、なんかあの整備士になったような気分がしますね。特急列車こだまですね。この顔、ヤッターマンにね、出てきそうな、あの犬のね、あのロボットに似てますよね。はい、でこちらはディーゼルエンジンになってますね。すごいですね、この中のね、様子が見えますよね。こんなに大きいエンジンなんですね。ね、こんな感じでね、なんか昭和のね、駅になってますね、こちら。ね、今ね、駅舎の方に入ってきました。こんな駅だったんですね、昔ね。あの木造のね、駅だったんですね。はい、というわけで、今日はですね、もうちょっとね、長く動画がね、長くなりそうなんで、もうこの辺でね、一旦やめようと思います。ではね、第2部の方へ続きます。じゃあね、ボーイ。すごいっす、すごいっす、すごいっす。